こんばんは、幕末マネオチャンネルでございます。11月の2日ですかね、あ、12月か、そうですよね、もう今、今日は11月の28日ですよね、火曜日ですから、今週の土曜日だから、12月の2日でございます。日本放送でですね、徳光和夫さんがやってる番組があるんですが、朝5時から7時40分まで徳光和夫特盛火曜サタデーっていう番組でございます。これ生放送でございます。でここにですね、石原正史が、ゲスト出演することになりまして、大体出番がね6時40分ぐらいですかね、正史の出番が。それで、まあ、徳光さんとですね、の番組、当然初めてでございますので、私は徳光さんとは、ソニーの、ソニーミュージックアーティストの時、私が、まあ、社長やってて、で、たまたま徳光さんが、その前に日本テレビをお辞めになって、ある事務所に所属してたんですが、縁があってですね、まあ、私のところで、どうですかっていう話があってですね、それで当時私がぜひやりたいということで、それでまあ当然ね、私が契約書を作って、まあね、あのホームの方に作ってもらったんですけど、それで、契約をして、ずっと、現在に、徳光さんご自身は現在に至っているわけでございます。まあそんな縁があってですね、非常に、まあ今度の番組は私もね、時間早いですけど、立ち会いたいなと思っております。まあね、これ生番組ですのでね、それで私は当然初めてですから、まあどういうね、こう展開になるのか面白いですよ、これは多分。具体的にね、どうなるかっていうのは私は、現時点ではあまり詳しくは聞いてないんですけど、まあ、ぜひこれ全国放送ですので、ちょっと早めの時間ですが、日本放送12月2日土曜日、私の出番は6時40分くらいだと思います。徳光さんの番組で、徳光和夫特盛火曜サタデーという、ぜひ、お聞き、いただきたくご案内いたします。ありがとうございます。